らが襲われなくなったわけだ。竜は賢い生き物だ。強い相手に自分から喧嘩を売りに行くような馬鹿じゃない。アイゼンがシュタルクを殴ったのはあいつが弱かったからでも失望したからでもない。喧嘩別れをしてしまっていてな。殴ったの？反射的に体が動いたんだ。かわいそうなことをしてしまった。怖かったんだ。俺は怖かったんだよ、フリーレン。こいつはすごいことだ。俺の弟子はとんでもない戦士になる。もう死んでいるよ。